安ズ良両12月10日隊は日本の海上自衛官で自衛隊初の女性練習官官長と護衛隊司令を歴任。防衛大学校女子第1期生。現在の階級は一等階差。石川県金沢市にある私立清涼高等学校を卒業後1992年4月、防衛大学校に女子1期生として入学。 1996年3月、海上自衛隊に入隊。練習艦、鹿島副長を経て、2013年3月に、練習艦、瀬戸、雪艦長に就任し、大谷光穂と同時に、海上自衛隊女性初の練習艦艦長となった。2014年には、女性艦長として、初めて演用練習公開に参加している。2015年1月1日、 一等会社に承認。2016年3月23日、海上幕僚館部人事教育部人事計画課、要員班長。2018年3月6日に第一、護衛隊司令に就任し、女性初の護衛隊司令となった。同年3月17日から平成29年度、概要練習公開に、舞台指揮官として派遣された。同年8月5日から、 ソマリア沖、アデン湾における派遣海賊対処行動水上部隊指揮官として派遣された。2020年3月9日、自衛隊福井地方協力本部長に就任した。ありがとうございます。